今ですね、お午前1時半を過ぎたところ、今竜の尻尾に電動のノコギリが入りました。かなり電動ノコギリの音も激しくいって、あ、ちょっと削った時に煙が巻き上がっています。尻尾に刃が入ると同時に煙が巻き上がっています。多くの通行人、そしてメディアに見届けられながら、今金龍ラーメンのシンボル龍の尻尾の切断作業が始まりました。先代中村さんが両手で電動のこぎりを持って今尻尾に刃を入れています。尻尾の根元の方にノコギリの刃を入れて、真夜中の道頓堀、電動ノコギリの音だけが聞こえている、そういった状況です。今尻尾に電動のホギーの刃が入れられています。刃が入ると同時に煙が上がっています。塵が巻き上がっているんでしょうか。一旦のその瞬間を待っています。午前1時半を過ぎたところ、今金龍ラーメンのシンボル龍の尻尾の解体作業が始まりました。あ、今尻尾が切断されましたと同時に大きな拍手と歓声。先代中村さんがこの尻尾を大きく掲げています。両手で持って高々とその断面を見せています。作業開始からほんの数分でした。尻尾が今取られました。